皆様こんにちは、ランです。数ある動画の中からご覧いただき本当にありがとうございます。本日の動画はプチプラファッションサイトグレイルさんで、この秋絶対に買うべきとっても可愛いショートパンツを着回したルックブックとなります。すぐにでもコーディネートが組みやすいように着回しコーディネート組んでおりますので、ぜひぜひご参考にしてみてください。私は身長172センチ、体重49キロです。一つ目は、ブラックのお色味からご紹介です。モノトーンコーデでコーディネートを組んでみました。着用しているアイテムはヘアアクセサリー以外すべてグレイルさんのアイテムです。こちらのトップスは襟が取り外しできますので、襟なしでブラウス単体でも着用することができます。今年はどこのブランド様でもショート丈のボトムスがとっても流行っているんですけれども、結構可愛いミニ丈ってなかなか難しくてグレイルさんのショートパンツはおすすめです。ちなみにこれポケットはダミーでございますので、なんか小物入れられるってことはないです。この襟がですね、可愛いですよね。次はやっぱりツイードアイテムを1点2点持っていると、こうやってコーディネートが華やかになるのでおすすめでございます。今度はですね、ホワイトカラーの方でコーディネートを組んでみました。今回もこういうカチューシャ以外全部グレイルさんのアイテムでございます。小物はパンツのホワイトに合わせた色味で、ニットをですミニワンピ風に着用しています。スイードのショートパンツなんですけれども、こうやってちょっと長めのトップスの下に入れてあげると、ぼんやりしたコーディネートがワンポイントで華やかになるので、ぜひぜひ試してみてほしいです。結構ね、こういうワンピ風のアイテムの下は無地のショートパンツ入れがちだと思うんですけど、でこちらもですね、ポケットはやっぱりダミーでございます。でこのツイードがですね、結構生地しっかりしておりますので、下着が透ける心配性も全くございません。このバッグもちょっとお上品でめちゃくちゃ可愛くないですか。ショートパンツはインするだけじゃなくてアウトする楽しみもございます。今度はまたブラックのコーディネートの紹介です。先ほどはモノトーンでブラックのショートパンツコーディネートに組んだんですけれども、今回はオールブラックでショートパンツが際立つようなコーディネートにしてみました。かぶっている帽子以外全てグレイルさんのアイテムです。今季トレンドのアームウォーマー、こちらのノースリーブバージョンでしっかり肌見せをしつつ、ロングブーツで足が出しすぎることもなくっていう感じで組んでみたんですけれども、やっぱりツイードのデザイン、それが一つ入るだけでググッと秋らしさが出てくれますよね。皆様ツイードアイテムまだ購入されてない方はぜひぜひ購入してみてください。ちなみに着用しているこのアームウォーマーは親指入れるところはないので、まあ、好きな位置に移動できて、首もですね、自分で折ったりして長さを調節ができる、このトップスかなり当たりアイテムかなと思いましたちょっとなんかギャルピースこんな感じかなって感じでやっておりますが、全然ギャルくないのでぎこちなさがすごいですね。ギャルってこれですか、ピースどれなんだろう可愛いですよね。でも私ギャル好きです。今度は白いショートパンツをインで着用しております。結構あざと系な感じで秋
秋冬にぴったりな色合いじゃないですか。で、この今回ご紹介しているショートパンツがツイードっていうのもあるんですけれども、しっかりと華やかな美中の飾りボタンがついておりますので、その点もとってもお高みするアイテムとなっております。トップスはこうやってあえてゆるゆるとした肩も出るようなあざといニットに、足をですねガバッと出しちゃうのも結構デート的にはありなんじゃないですか。どうですか。シルエットもめちゃくちゃ綺麗なんですよね、このパンツ。で、このトップス、肩の部分がもけもけしているファーっぽい感じなんで、めちゃくちゃ高見えしますし、可愛い。で、ちなみにこのコーディネートは全部全身グレイルさんのアイテムでございます。やっぱりこうプチプラだとキツイテロンテロンなんじゃないのっていう心配とかあると思うんですけれども、これは本当に生地しっかりしてます。グレイルさんでお洋服買うなら、なんかどっかと似てるやつってよりかは、がっつりグレイルさんでしか買えないような、ちょっと挑戦してみたいアイテムとか買ってみるのもラン的にはおすすめな買い方です。それでは皆様、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバーイ。